新型コロナウイルスについて県はきょう新たに3人に感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認された3人のうち居住地別では生駒市柏市五瀬市がそれぞれ1人です現在の感染者の数は47人でこのうち重症は1人減って1人中等症は4人です 続いてワクチンの接種の対象となっていない12歳未満の県民も含んだ接種率は昨日時点で1回目が 76.3%2 回目が72.3%となりました県は感染状況は落ち着いてきたがマスクの正しい着用や換気消毒大声での会話を避けるなど 感染対策を引き続き徹底してほしいと注意を呼びかけています。